はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、久しぶりにね、部屋撮りのね、動画をお届けしておりますけどね、今回はね、何をやっていこうかと、言いますとですね、四日市市ゴミ袋を徹底研究、徹底調査でね、やっていこうというわけでございますね。いやー、やはりね、世の中のね、時代はね、ゴミの時代にやってきてるわけでございます。これ、なんでいきなりこんなことを言ってるかというとですね、まあ、わかる人にはわからない人にはわからないこの値段なんですけどね。まあ最近ね、なんやかんやと。まあ配信をやってないからあれか。配信を見るようになってから、配信をね、やらなくなってからあれなんですけど、まあ結構ね、まあ、山田さんね、まあ、今度またこれはこれの動画で撮ると思いますけど、まあいろいろとね、まあ長年も40歳になりましたよ。40になってね、長いこと生きているとですね、まあいろいろね、推しもね、できてきて、いろいろとあって、こう来るわけでございまして、まあここ最近はね、すっかり、スマトモになってるわけでございますね。ホロライブの大空スマトですね。スマートモンカがね、止まらなくてね、本当はね、今日もね、実はね、ちょっと前だけど、一番組でね、なんとね、引き合ってね、すごくね、でね、思わずね、嬉しくてね、額縁買ってね、しまったんだけどね、どうやってか、飾ってね、仕事からちょっと今でわからないから、本当はね、ここにトーンとね、飾ってね、やろうかなとも思ってたんですけどね、ちょっとね、飾り方が、ちょっと準備ができなかったんでね、さらっとね、置いてもらいますけどね、これさ、いやー、頑張りましたね、6回か。で、生きたのかな。まあ、あと、他にもちょっと、買ってた、のがあったけど、ここのやつはそうですね、6回で、行ったんでね。まあ、結構ね、あれですけどね。さ、出遅れて、帰り出し始めるのか、相当出遅れてしまって、つか、高えな。久しぶりに始めたら、なんか、額がおかしくね、これ。ちょっと待って、あ、そっか。カメラの道をね、変えたんだな。ちょっと待って、変える。あれ、これくらいの価格だったっけ？なんかおかしいな。今度逆に立たないといけなくなった。あれか、机の高さを変えたんだ。そうだ、ちょっと底上げしてね、やったりとかしたんで、多分それでですね、ああ、閉まったということでございますけど、仕方ね、立ってやるか、ってことなんですけど、そういう感じでね、始まったわけで、ございますけど、で、まあね、今、すっかりスマートフォンになってるよと、あ、いや、やっぱ座ろう。なんだこの、両腰くらいで、中途半端にしながら、微妙だな、まあ、いいや、とりあえずね、始めていこうというわけでございまして、まあそんな感じでね、やってるわけでございましてね、まあ、もともとスマちゃんでしたきっかけも、あってなんですよ、運動場のコラボのやつで、ホービーコラボってやつやってたのがあってね、まあっていうのも、もともとその配信で見始めたのがね、なんで今こんな話してんのかと思うね、多分 VTuber 協会知らない人からしてみたら、今なんでこんな話してたお前、ゴミ袋の話をするんじゃなかったのかと思われるかもしれませんけどね、まあ、その経緯をちょっと説明しますんでね、説明をね、ちょっとね、時間をいただこうと思いますけど、中腰プレイは、どうすりゃいいんだよ、これ。これぐらいがいい。ここにあるか、入れるし、どうせいいか。どうせ、この後、多分私、主要画面になるんで、聞けるしね、どうせ。まあ、そんなこと置いといて。まあ、もともとね、YouTube っていうか、VTuber を見始める前の話でちょっと置いておきましょう。まあ、もともとね、リトバースが大好きで、まあ、後ろに貼ってありましたけど、リトバースがね、大好きで、そこからね、リトバースのさや、推しでね、ずっと来てね、そこからね、そのリトバースさやの流れもあって、B ですね、エンジェルビーチにハマってね、ユリッペにハマってとかっていうのがありましたよ、というのがあるんですけど、まあ、そこからね、まあ、ちょっと今、ヤミちゃんとかね、この後説明するときに厄介だなっていうのね、アツペンちゃんにストラブルのヤムちゃんとかね、とかね、ずーっと来てるわけでございます。こうして変歴とかずっとあるわけです。それはそれでまた今度動画作ります。今シーンをまとめてるんで、改めてまとめてみると長いですからね。たぶん、ルリルリぐらいから始まってですからね、星のルリ、なでしこのね、機動戦艦なでしこのルリルリから始まってのか、長くなっちゃいしまいますのでね、それで一本作れるなということなんですけど、今回はね、VTuberからっていう話にしときますと、VTuber からっていう話ですと、最初に始めた VTuber が山田さんは、未来あかりちゃんなんですね。きっかけは、スーパー GT だったんですよね。そう、スーパー GT の2019年シーズンだったっけ？それぐらいですよ。うちが、だ、
て、この動画配信を始めたことだったんで、で、動画を作り始めた2019年の、YouTube で、ね、始めたのが2019年の1月で、で、当時に、ちょっとチラチラと動画とかいろいろ研究してみたうちに、スーパー GT でちょうどね、未来や会長が出てきとって、あ、そうや、VTuber でね、やってる方だね、っていうのでね、うん、いるらしいね、っていうので、それで知って、何だったっけね、確かにね、横溝直樹選手か、なんか対談する動画とかなんか上がってたっけな。なんかその時も最初に、その動画の方を見始めてね、そこから未来や会長を見るようになって、VTuber を見るようになってた。なんで、まあ、未来部なんですよね。で、未来あかりちゃんと中心に、まあ、ですか、動画では結構メインに見てたんですよね。あかりちゃんから、まあ、だいたいオメシス、ピーナッツ、ポコピーとかね、ヘッパのあたりとか、お茶だったらと見て。で、まあ、未来あかりちゃんと絡みがある、だから、二次三次の、デロンちゃん、とか、絡みがあったんで、ランチだったから、絡みだったかな、で、とかがあったんで、まあ、ね、知ってたよってなんですけど、配信勢の人を、そんなに見るっていう機会がなかったんですよ。まあ、もともとね、仕事忙しいですから、なかなかそんな配信かっていうとね、リアタイで見ることもないしっていうことで、まあ、それちょっと今もね、仕事の都合上、なかなかリアタイで見ること難しいんですけど、うん、どうしても朝の3時とかそれぐらいですからね、ということなんで。で、なんだったっけ。で、いうことでね、やっぱりね、まあ、お人ったわけでございますよ。ところからですね、今から約1年前ですか。もう1年経つのかな。未来あかりちゃんがね、卒業してしまいましたよ。そうなんですよね。で、いわゆるお仕事になっちゃったわけですね。うん。で、さあ、どうしたものかなと思った時には、もう時代は完全に配信者の時代だと。まあ、だからオフィスとかも当然見てもらいます。今、見てるけど、僕のメシとかね。うん。見てもらうけど、なんというか、うん、再推し、推しっていう感じのね、推し活的なね、ところをロスったなというところでね、さてどうしたものかなと思ってたら、たまたまその、方言コラボのアーカイブか、しぐれぐい先生ね、このロス、スバルちゃんのところには、書き直しとってるの、イラストレーターさんのはずだけど、いわゆる原画のね、元の、イラストというか、その通じ絵の、とかの、一番最初にオリジナルのイラストとかの担当をしておる方が、しぐれうい先生という方で。で、その、ういママとのコラボ、ですか、うい先生の方のチャンネルでやってた方言コラボのコラボがあって、で、なんか、あ、方言の女子っていいやんっていうのでね、当時何も知らなかった山田さんはね、なんか VTuber のやつなのかなと思ったら、なんか方言コラボってのがポンと出てきたもんな。方言いいよ。私ね、方言女子好きなんですよ。ね。いろんなね、地方のね、方言がある、例えば博多だとかね、九州とかね、よかよとかね、よかぜとかもいいですし、大阪弁もね、当然、関西ちゃきちゃきやなーってね、なーと思ってね、うん。わけでございますが、方言、結構ね、方言女子っていいなって言うとね、じゃあ、試しに聞いてみようと思って、ね、聞き始めたらね、なんか、一向になんか方言、うん、方言コラボのはずなのになぜか方言が始まらないなと思ってたらね、そこに方言で話してるとか、どういうことなの？それにしたってもう普通にもう普段から聞き馴染んでる言葉ばっかしだなと思ってたら、何を隠すと四日市弁だったということなんですけどね、そうそうそう、うん。そりゃね、言われたら、ああ、そうか、そうか、そうか。私も今ね、ここ四日市で撮ってるわけでございますと、もう、住所割り、しちゃってるのであれなんですけど、四日市、生まれ四日市育ちってね、やっておりますと、今も四日市在住なわけでございます。なのでね、当然周りにいる人たちはね、全員四日市弁なんですよ、ここも。まあ、なんなら私だって、全然イントネーション多分ね、土標準、標準じゃないかもしれんけど、四日市弁。うん。なんですよね。うん。ちょっとなんか、いろいろ混じってるんで、あれですけど、仕事柄、いろんなところに、地方に行ったね、あれで、完全四日市弁かって言われたら、ちょっと怪しいところはありますけど、まあ、とはいえ、まあ、何してね、四日市に住んでるわけです。当然、周りは四日市弁なんでね。ただ、四日市弁で話されてもね、違和感を感じるわけがなくという、ことでございましてですね。うん。っていうのがあって、それが最初から、それで見始めて、思うようになって、その時に、スバルちゃんは知ってはいたんですよ。ていうのは、その、未来あかりちゃんと絡みがあったんで、絡みがあったんですけど、
大空すばるさんのイメージっていうと、未来あかりちゃんファン目線からね、行くと、あかりちゃんファンの目線から行くと、大空すばるさんイコールやべえやつと。あれですよね、なんか、番組の収録で、思いっきり、パイもみしないたりしたとかね、いう、なんか事件を起こした。なんか、やばい子だよね。これなんか、オフライブ、アイドル事務所だはずなのに、なんか、すっげえ、行動がやべえぞ、というイメージしかあったんで、あれだったんですけど、でも、その子か。でね、それで、ウイモのチャンネルスタートで、で、また、知って、で、改めてその配信見に行ったら、面白いな、ってなって、なんてなって、で、まあ、だから、ウイモのチャンネルと、スバルちゃんのチャンネル登録してっていう感じで、ね、始まってっていう感じですね。まあ、なんか、そのスバ友というか、まあ、いわゆるウイスバなんですよね。ウイスバ。で、まあ、そこから、まあ、お客さんでね、大空家とかになってってくる、まあ、マイモさんは、まあ、並行輸入みたいな感じで、当時で西三次関連で追ってたのが、ちょうどそれで新規リーグとか、そのあたりとか見始めるようになって、マージャンの方でね、見始めて、で、当然二次杯とかそっちの方にこう、たどり着いていくわけで、まあそうすると前本さんがね、出てくるわけでございますよね。で、なってくると、結局、で、まあ、その、マイスバでのコラボっていうのはね、だいぶもうその当時から、ちょっと、少なくなってたんですけど、ウイママとのコラボってのは結構、まあ、やってたんですよね、直近まで。その、マイモトさんとウイママのコラボっていうのが、まあ大体ノリプロの、たまひこのところとかで集まって、みたいなね、ミヤちゃんが混じって、みたいなね、感じで、小松のミヤちゃんが混じっては、みたいな感じの中には多かった、多い感じですけど。っていうので、なんやかんやこう繋がってったという感じの経緯があるんですけど、まあその中でね、ウイママがですね、まあ最初もやっているわけでございましたよね。まあその中でね、まあウイといえばね、ファンネームがゴミということでね、有名なわけでございましてね、まあ本人はね、本人発信者なんですけど、もうもはやね、ウイママのファンといえばゴミと、呼ばれることでね、すっかりと定着してしまっていると。いうことでね、ここだとやはりゴミの研究をするべきじゃないかとなった時に何をするべきかと思ったんですが、ということで、そういう、それで生まれたのが今回の企画なわけでございます。そう。ね。もう、ウイママといえばゴミって、ウイママといえば四日市出身。あ、そうなんですね。四日市出身の方なんで。で、いうことなんで、じゃあやはり四日市市のゴミを知るということがね、今ニーズがあるんじゃないかと。いうことでね、四日市市のゴミ事情というか、ゴミ袋事情をまとめてみましたという感じでございます。今回のこの動画を見れば、もう四日市市のゴミ袋というのは、なおどういう種類があって、どれだけの、その、ね、あれとかって同一傾向があるのかというのがね、しっかりと分かる。いうことをやっていこうというわけでございます。本当はね、ゴミ袋の仕方とかも徹底的にやろうと思ったんだけど、自治体ごとの違いっていうのがすっげー細かくあるんで、実はゴミ袋って一つ取っても、実は結構いろんな違いがあるんですよ。っていうので、ちょっと資料を取ってきましたよ、というわけでございます。それを見ながら話をしていこうというわけでございますね。ということなんで、どれぐらい長い動画になるかわかりませんけど、ないでね、全種類、おそらく、全種類。ということでね、四日市市内のすべての商業施設を回って、どの商業施設で、どの、種類のゴミ袋が売られているかをすべて調査してきた結果、こうなりましたよってことで。今回は実際に実物をチェックしながらね、四日市市のゴミ袋、チェックしていこうと思います。これでね、あなたもゴミマスターというわけでもない。もう四日市市のゴミ袋を制するものが VTuber 界を制すると言っても過言ではないかもしれませんからね。ぜひね、今回はね、やっていきたいと思います。いやー、まあまあ大変だったよ。まあまあ大変だったんだからね。だからね、なんでかっていうと、これ、半年くらいかかってんの。頑張ってね、資料作ってみましたね。資料というかね、作ってみました、集めてきましたんでね、実際に、見ていこうと思います。ということで、切り替え、そうだ、これできるんだ。切り替えていこうと思います。ということで、しまった、スライドと処理しなくなった。四日市のね、編成ゴミ袋、徹底研究やっていきましょうというわけでございますよ。ね、じゃあまだ、ゴミ袋がすごかった、じゃあまだ、6畳、
まずね、ゴミ袋なんですけど、なんかわーっとありましたけどね、まず大事なのが、実はあなたの住んでいる町がね、どんな町かわかりません。まあこれを動画見ていただいている方は、多分三重県の北部中線の方が多いと思いますけど、まあ東京の方がね、見ていただけるかもしれません。まあ日本国会の人はちょっとね、日本語オンリーでやってるのも多分ちょっと難しいかなと思いますけど、実はその日本国内だけを取ってみても、ゴミの出し方って自治体によって実はかなり違うんですよね。っていうのがあったりするんで、そこのところをね、ちょっとまず押さえておかないよということで、まあ正直ゴミの分類、このゴミは燃えるゴミになりますよ、燃えないゴミになりますよ、可燃ゴミって言いますよ、可燃ゴミって呼ばずに燃えるゴミって言うし、いうところもあったりとか、まあいろいろあったりとかするんですけど、そういう言い方とかも全部変わってくるし、ジャンルの、ね、分類の仕方も自治体によってもう千差万別なんで、これ全部やろうと思ったら、あまりにもキリがないぞ、ということでございますので、今回ゴミ袋だけに絞って話をしていくんですけど、まあ、ゴミ袋の人とってもかなり違うと。実は、その、おつく、ね、もう大体ね、その、人、いろんな市民を渡り歩いてる人なら、市民によって全然違うなっていうのはね、感じるところだと思いますけど、意外とね、一つの市に住んでるとね、そんな違いってあるのと思うかもしれませんけど、実はかなり違うんですよね。っていうので、ちょっと一覧にしてまとめてみましたと、ゴミ袋の運用方法、大きく3つあります。で、1つ目、指定ゴミ袋がないところ。今回、ね、そのゴミ袋の話をしてますけど、多分、指定ゴミ袋がないところだけに住んでる人がよくわからないとは、この指定ゴミ袋って何なのってところからだと思います。実は自治体によって、は、これ、大体多くの自治体は、指定のゴミ袋ってのがあるんですよ。その都道府県の指定の、都道府県じゃない、各市町村ごとに指定ゴミ袋っていうのがありまして、それをね、使わないと決めませんよってなってるわけです。だから普通の白いゴミ袋、透明、半透明のゴミ袋として売られているものではなくて、こういった感じでね、まあ、とりあえず1デートして、まあ、4日広めてやってられるような感じで、指定ゴミ袋っていうのが売っている、自治体と、実は、売ってない自治体があるんですね。で、大きいところだと、まずこのあたりだと、通知、実は指定ゴミ袋ないんですよ。これはね、知ってた。というかね、知ってるところ、すみません、知ってるところしかあれなんですけど、津市は、買いに行って、津市のスーパーに行っても、ゴミ袋コーナーはそうやないなと思って、普通のゴミ袋しかないなと思ったら、あれと思ったら、どうやら、津市は、指定ゴミ袋はないらしいです。で、あと、大きいところだと大阪なんですよ。これはね、大阪市とか行ったら、軒先とかね、捨ててあるのが、実は、ゴミ袋がないんだ、あれとは思ってたんですけど、やはり大阪市も指定ゴミ袋自体がそもそもないらしいです。ですから大阪育ちだとこのゴミ袋イコール多分普通のゴミ袋、市販で売ってるゴミ袋だと思うんですけど、まあこれも市販なんですけど、自治体の、大体スーパーとかどこに行っても、ドラッグストアとかどこに行っても大体売ってるんで、うん。まあ、入手に困難になるっていうことはないんですけど、市役所に行かないといけませんよとかそういうわけではないんでね、あれなんですけど、そもそもそういった普通のゴミ袋、一般的に売っている無地のゴミ袋で出していいよっていうところもあるんですよね。いうところからしてみると、そういう指定袋っていうのがあるっていうのをまず知らないといけないっていうところなんですね。っていう感じで、その指定袋っていうのがあるところがありますよ、ということです。まあ、ないところがあります。津市の大阪市、他にも多分探せばあると思うんですけど、まあ、とりあえず周りのところとでかいところだと大阪があります。ということですね。で、次に、出てくるのが、一種類のゴミ袋を使用するよというところです。で、四日市市はこれになります。四日市市、ゴミ袋、今から全種類いろんなやつやりますよって言ってますけど、この指定ゴミ袋として出されているのは、実は、種類としては、一種類のみという形になります。なんて言ったらいいのかな、大きさとかいろいろあるんですけど、これ、燃やすゴミ用なんですよね。で、燃やすゴミを出すときは、この指定ゴミ袋を出してください。他の、燃やすゴミ以外のものを出すときは、別にその指定袋とかそういった、指定はございませんよ。っていうことなんです。なので、一種類というふうに書いてます。実際にはこの後紹介しますけど、このゴミ袋っていうのを、いろんなメーカーさんが作っているところがありまして、
多分パッと言う価値の人だったかと思うのが、多分このゴミ袋と、コニュードくんが乗ってる青い、ゴミ袋があると思いますけど、多分この2つがポンと思いつくと思うんですけど、どちらも燃やすゴミを、ですので、その可燃ゴミを出すときは、これ出してくださいね。結果のゴミに関しては、そうじゃないですよ。で、この可燃ゴミのゴミ袋が大きさとかいろいろと種類だったり、メーカーもありますけど、大きさだったり、最大級のビビ数だったりとかね、こう L サイズってなってますけど、これが紹介します。M、L のサイズとか、結べるタイプってなってると、結べないタイプっていうのが、あったりだとか、いろいろとあるんですけどね、結べるタイプはあれですけど、取っ手付きはどうかっていうのがあったりするんですよ。うん。で、いうのがあったりするので、その辺とかはね、今後、解説をしていくっていう形になります。で、言われると、これ、ゴミ袋っていうのは実はもうワンパターンありましてですね、それが3番目なんですよね。ちなみにこの1種類だけ使うよっていうのは、実はこの場合だと、翌日と真っ逆しですね、ちょっと他しはね、っていうところですね、小物町もそうかな、小物多分川越あたりもそうだったかなと思いますけど、うん。一体ゴミ袋は一種類だけ、燃やすゴミだけだったりだとか、ちょっと違うのが、燃やすゴミ、燃やさないゴミとかも全部し、指定袋で出さないといけないんですけど、袋の種類としては一種類だけ。この同じ袋で、燃やすゴミでも燃やさないゴミでも全部出してくださいね、みたいなところもあるはずです。顔ぶりどっかにあった気がするかな、うん、っていうのがあります。まあ、どちらにしても、ゴミ袋としては一種類だけを出してますよ、ということ、形ですね、になります。で、もう一つあるのが、複数種類の指定ゴミ袋を出しているよっていうところです。これはね、この場合だと一番わかりやすいのが、鈴鹿市なんですけど、鈴鹿市のゴミ袋コーナーに行くと、四日市と鈴鹿市の、境目あたり、川田のあたりとかの、ところに行くと、どっちも売ってるんで、すぐにわかると思うんですけど、鈴鹿市ってめちゃくちゃ、ゴミ袋の種類があるんですよね。なんか、青い、ゴミ袋と、赤いゴミ袋と、なんか黄色いゴミ袋ととかっていう感じで、色とりどりのゴミ袋なんですよ。四日市は全部、全部しのぎになるんですけど、ちょっと透明度がメーカーによって違ったりとかありますけど、というようなところで、とにかく、燃やすゴミはこの赤い、袋とかとか、鈴鹿市に住んでないんで、間違っちゃったかもです。燃やすゴミは、赤いゴミに出してください。例えばね。で、燃やさないゴミは、緑の袋に入れてくださいね。で、あと、再生ゴミとかは、黄色い袋に入れてくださいねとか、いうような感じで、ジャンルごとにゴミ袋の指定、全部指定のゴミ袋を使わないといけませんし、その、ゴミ袋も色ごとに分けてあったりだったと。とかして、だいたい色、こういうのところは、色がついてるところがほとんどです。うん。で、色ごとに、そのジャンル分けをしてくださいね。っていうような感じになっているところです。この場合は、例えば黄色い、その赤いゴミやつで、燃やすゴミを出してくださいっていうところで、燃やすゴミを黄色い袋に入れていたらダメですよっていうような感じ。なってるところはありますよということでございます。で、これの、いうふうに、複数種類あるところとしては、まず、鈴鹿市ですよ、この辺りだと。桑名と名古屋もそうですね、っていうところだとします。うん。で、多分、自治体としては、この複数種類出してるところが多いんじゃないかな、という印象ですね。うん。で、ゴミ袋がなかったところで言うとね、実は、昔は一宮市もそうだったんですね。私が一宮にちょっと住んどった時には、一宮市まだ指定袋がなかったんで、シャーネットでいいなって楽やな、って言った記憶があります。あと一種類だけのところ、でかいところだと、確か静岡は一種類だけだったっけ？うん。確かね、一種類しか売ってなかったと思うんで、静岡行った時に、スーパー見に行ったね。うん。っていうような感じになってたりします。ですので、これ、まあ、正直、住んでる地域によって、これだけ違いがあるんですけど、今回は四日市市の、まあ、ゴミ袋ね、やりますので、まあ、エリートなゴミでございますよ、もう。あれはね、四日市市のゴミといえばね、そんな感じで、もうやります。世界で、ね、一緒に知られる、存在になってしまいましたね、今もか。ですので、今回はこの四日市市のね、ゴミ袋、一種類だけなんですけど、釣りとしては完全にその燃やすゴミのゴミ袋だけなんで、まあ、ほぼほぼデザインも一緒。まあ、この赤、白地に赤のやつだけなんですけど、これをね、いろんなメーカーさんが出してるっていうことなんで、それを徹底的に見ていく会にしていきたいと思います。いやー、前振りだけーなー、今回も。ということでね、早速ね、いろんなゴミ袋があるんだなっていうのを見ていきたいなと思います。で、こっからは、よっこしょ、一回ちょっとカメラ切り替えて、
そう、本当はね、早々にね、資料を集めていただくんですけど、インスタ調べてみると、あれ、なんか自分も知らないメーカーさんが出してるやつとかがあったりとかしたんで、あれあれあれって思ってね、調べてたら、まあまあ違うかかっちゃいましたよ、ということでございますね。で、なんだったっけ、富袋の一覧っていうので、ちょっとすいません、画面がね、白目の画面になってしまうと思いますけど、ちょっとご容赦くださいね。ちょっとご容赦くださいね。よいしょ。ダーク画面できないな。ちょっとすいません。真っ白な画面で申し訳ないです。そっちの方に出していこうと思います。こんな感じですね。いろんなメーカーが出してますよ。いろんな種類がありますよ。ということで全部まとめてきました。多分、一般的に、よく見るなっていうところは、ここじゃないかな。じゃあ、バックスとオルディさん。よいしょ。あたりとかになってくるのかなと思うんですけど、まあ順番にね、見ていきましょうということで、まずは一つ目ね、オルディ株式会社さんのゴミ袋。今私がまさに手に持っているのは、このオルディさんのゴミ袋になっておりますよということでございます。なぜこれ最初に言ってるか、単純に言うと、私普段使ってるのはこのオルディのやつなんですよね。ですので、これが一番前にちょっと来てましたけど、これね、大阪市中央区の会社さんらしいです。ね、出しているやつがありますね。いろいろと実は種類があります。オルディさんだけでもいろいろとありましてですね。例えば、L サイズの、やつっていうのは、この大きい、一番大きいやつになってくるんですけど、45リットサイズぐらいかな、になってますよということなんですけど、この L サイズでも、例えば、いろいろあって、これ、一番私が普段使ってるのは、L サイズの30枚入りの取っ手付きのタイプですね。これは一番使ってますね、ということでございます。これ、リッシー30で、表紙がね、オルディさんの特徴はね、この表紙が、いろんな色があって、その色ごとで、パッと分かる。だから、あ、30枚目とか欲しいときは、この緑っぽい、緑のやつはね、パッと見て探して、買えばね、一発でも30枚目の、お得用のゴミ袋が買えるよっていう形になるんで、これがあたりが分かりやすいところですね、ということでございます。ちなみに、対象らしいです。で、ポリエチレン。で、使用していまして、マイナス30度となってます。これね、多分ね、市の指定なんだと思います。今後出てくるのも全てポリエチレンのマイナス30度になってましたんでね。うん。っていうことなんですけど、多分これは、耐久性とかで、そういった指定があるんですよね。その指定の指定にするためにポリエチレン指定ないとダメっていうことなんですけど。多分ね、昔はね、今のこのクリーンセーターができる前、よく、丹沢のクリーンセーターがちょっとできる前の古い時代の時は、なんかね、ちょっとね、材質が違う、ガピガピな感じのね、なんかカルシウム入りみたいなやつが、結構一般的に使われてたんですよね。多分、燃やす燃焼温度が変わった兼ね合いだと思います。クリーンセーターができて。それと多分、この使い勝手のいい感じのやつに変わったんだと思いますけど。うん。っていう感じで、まあ、ちょっとね、時代によっても変わるんですけど、現行のやつはこんな感じでポリエチレンになってますよ、ということでございます。で、でかいサイズのやつは、外寸が650の、800、縦が800、という形で 0.03 ということなんで、半端な酒の味だった。新しい酒の味ですね。それでは今、使用中のやつね、思いっきり、今使ってやったこれなんですけど、こんな感じでね、M サイズのサイズはこんな感じになってますよ。ちょっと大きめですよね。こんな感じ。大きさ。でかくした方がいい。まあ、こんな感じで、かなり大きめの袋になってますよ。よく書いて、して、ゴミ袋。これサムネで言わせるか。うん。こんな感じね。よく書いて、して、ゴミ袋という風になっておって、こういう風になってますよ。これは基本的なデザインが見ても一緒なんですけど、ちょっとね、なんか透明度とかがちょっと違う気がする。他のところのやつとかだと、一覧になってますよ、と。まあ、こんな感じの大きさになってますよ、ってことで。で、これが、30のやつでしょ。で、M サイズのやつだと、これが、ちなみに10枚入りのやつは、こんな感じで。結構色が変わるんですよね、こいつは。だから同じ、売り場で大体同じ会社さんで一つのメーカーさんのやつを並べてるんですよ。こんな感じで、ここの会社のやつだと、オルディさんのやつだと、移動したりとか見やすいんで、あ、これ10枚いいやん。すごい。色がだいぶ違いますね。で、M サイズのやつはこんな感じで、色がまただいぶ違って、30枚と10枚で、
こんな感じで、それぞれあったりとか、そういう感じになってますんで、買うときに、目分けがつきやすい。慣れてるとね、っていうことでございますね。で、1030万、N サイズのやつはこれな感じかというと、こんな感じですね。さっきよりだいぶ一回りぐらいちっちゃいのかな。一回りか3回りぐらいちっちゃいから、結構、M と L で言うと L の方がだいぶ大きくなりますね、ということでございますね。こういう感じのサイズのやつがありますよ、ということでございます。あとは、なんだろうって、取っ手付きじゃないタイプね。これ今持つことがありますけど、この取っ手がないタイプっていうのも、基本ゴミ袋であります。同じ思い出のゴミなんですかね。こんな感じですね。L の取っ手なしがこんな感じであって、こんな感じで取っ手なしっていうのがあるんですわ。ヒラ袋ってなってます。言ってましたけど、ベーシックタイプって言って。で、M サイズの、ベーシックタイプになってます。これもね、30枚でも多分売ってるはずなんですけど、すいません。さすがに使うことない。こっちに使うことがないんでね、もう10枚入りのやつしかちょっと買ってないんですけど、こんな感じで売っております。ちょっと、まあ、30枚でも見ないんだよな。どっかで売っちゃったと思うんだけどね、っていう感じでございます。まあ、やはりは取っ手付きの方がもうすっかりメインです。なので、値段も実はね、しょうがないですよね。だったらね、取っ手付きの方が便利すぎるんで、あんまり使うことがないんですけど、まあ、用途によってはね、平っ広いないことというね、方もいらっしゃると思いますので、ね、こんなのもありますよということで、ございます。じゃあ、パチピンで、平袋だと、こんな感じ。よいしょ。こんな感じで、ね、ダイスバーとかも一緒なんで、あれですけど、ゴミ袋を自分になってますよ、というですね。特徴としては、多分ね、長さが、ちょっと、やっぱ、面積的にはこっちのでかいのかな、って感じですね。ちょっとだけね、その、取っ手の、の部分のところで、ちょっと、なってるかなっていうぐらいなんで、もう正直あまり、こっちを使うべきとか、一般家庭だと、やっぱり、すぐに縛り手ね、出した方がいいと思いますんで、あまりこっち使う人少ないのかなって気もしますけど、こんなのもありますよ、ということでございますね。これ、あとで、ゴム袋パンチ系の人だね、L サイズ、こんな感じであります。あとは、このホジニーさんですだと、あまり普段使ってる人少なさそうなところでいくと、いいですよ。あ、しまった。よし、入れてなかった。こんなのがあります。S サイズっていうのがあります。こんな感じでね、よいしょ。S サイズっていうのもあってね、これね、実はね、あんまり使うことがない。っていうのはね、他の人は10枚入りあるんだ。結構、他のメーカーさんでも20枚入りかもだけど、オールディーさんのやつは、どこだっけだって。使わないかな、なんだけど、何かというと、S サイズ、かなりサイズがちっちゃくなってましてね。S サイズになると、このサイズがね、一気にね、450×500 になるんですよ。なので、どうなるかというと、いくよ。もうこれ、これだけになってやつ。ちっちゃいゴミ袋。これ、なんですね。だから、大きさで言うと、これが M。M と比べると、こんなに、M と比べても、こんだけだいぶ差がありますよ、ということですね。だいぶ小さいのね、こういうかね。うん。これにある、これで、M だとこういうサイズですからね。で、L サイズだと、どれが M? あれ?で、これが L か。これが L だな。うん。だから L と比べると、全然、大きさが、違ってくるんですね。で、実はこれね、10枚入りでね、こっちがね、10枚入りで100分ぐらいかな。で、こっちが10枚入りで140ぐらいですよ。っていう風なこと考えると、ね、ちょっと、これ、だからね、ちょっとね、あんまりキリがなくなっちゃうので、S サイズね、なかなかちょっと使い勝手がないよ、というところなんで、一人暮らしでもなかなか S サイズを使う人少ないのかなと思います。これ M サイズ、L サイズ。で、まあ、調整する人が多いのかなと思います。うちはもう M と L を、まあ、並行して使ってるっていう感じですね。そんなにゴミ出さないよっていうパターンの時は、M サイズでね、やりますし、ゴムじゃちょっとね、ダスイート出るなっていう時は L サイズを買うって感じでやってます。普段は大体 L サイズにまとめて、L サイズがまとまったら通ってるというか、まあ、うちの場合はちょっと仕事柄ね、極端に今週、もう全然捨てれねえわ、ゴミの日に、時間帯に、捨てれないわ、みたいな、出勤時間の時もあったりするんで、ね、そうするとね、今週はちょっと、
捨てれなさそうだなっていう時はもう、どうしても2回分ね、週2回回収ですけど、それこができなくなるんで、ちょっとまとめるのに L サイズに全部ギュギュギュってまとめてね、今週はまとめて、しばらくちょっとまとめて出せそうだな、今週もまとめて、こまめに出せそうだなっていうような週の時は、M サイズ使ってとかっていうような感じでやったりとかしてますけどね。っていうような感じでございますね。まあ、前もって分からんときはもう L サイズにしとくケースが多いですけどね。っていう感じで使い分けたりしています。まあ、人によってはこういろいろ使えると思いますけど、まあ、ね、それはなかなかないですけど、まあ、デザインがね、水色でいいですね。ぜひね、ゴミの皆さんね、ゴミの皆さん、や、なわってたよな、気になる方はね、これ買ってもらったらいいんじゃないかな。が一番大手頃には買いますけど、コスパがいいのはやっぱ M と L か。L が一番やっぱコスパいいですね。だいたい、100万円で、ちょっと値段がね、最近原価高騰の兼ね合いで、昔はね、L サイズでも30枚で300円切るような価格で売ってたりするところもあったんですけど、最近なかなかなくなりましたね。最近は M サイズがだいたい10枚で120円ぐらい。で、まあ、S サイズだと100円切るかなぐらいで。で、L サイズが148円ぐらい、10枚で148円とか、それぐらいで売ってるかなというのがだいたい相場かなというところでございます。この値もね、静岡行ったらなんか安かったですしね、結構ね、自治体によってもね、値段違ったりするんで面白かったりしますけどね。っていう感じでございます。で、いう感じなのがオデズリーさんですね。オデズリーさんは基本的に、特徴としてはその、耐性のやつで、メーカーと、種類ごとに、とか枚数ごとに全部色が変えてあるよっていうのがオデディさんの特徴になってきますよということでございますよと。で、で、これがオデディさんね。で、まあ、一応このぐらいで YKI、IKL とかっていうような感じで分けてあったりとかしますね。多分、H が調べたい、平袋で、T が取っ手付きってことでしょうね。で、M サイズの30枚入り。YKI ってのは多分四日市のことでしょうね。多分、四日市のゴミ袋しか作ってないってわけじゃなくて、多分こういったメーカーさんっていうのは、全国の指定ゴミ袋を、いろいろのね、指定のやつを扱っていて、ですから、その四日市市のやつですよという品番分けがいるんだと思います。という感じでになってますよということでございます。大きなところはこんな感じになってますね。よく寸法とかこんな感じ。まあ、基本的に寸法とか今後また見ていきますけど、基本的にはサイズ L、M、L で、なんかここが大きいよとかっていうのはないですね。厚さも全部一緒にしたね。というところです。まあ、追い向いていきましょう。オルティさんがありました。で、次に有名なところ、よく見かけるよっていうのは、ここですね。ジャパックスさんっていう風になってきます。ジャパックスさんのやつは、特徴としては、ジャパックスさんの自分はよいしょ、ジャパックスさんのはこんな感じ。よいしょ、カメラをゾーンとあるんですけど、ジャパックスさんの特徴は、ゴニューロスが書いてあるね、かわいいねっていうのと、見てわかりますかね。これが、さっきの一番上が S サイズ。で、これが M サイズの平袋。で、これが、M サイズの、取っ手付き。で、さらに、取っ手付き30枚入り。L サイズの平袋で、L サイズの取っ手付きっていう感じで、見てもらったらわかると思いますけど、全部デザインが一緒。色合いが一緒です。っていうのが特徴です。ですので、ここのところはね、ゴミ袋売り場が全部このデザイン、国に作ってずらっと並ぶんで、おー、ジャパックスやな、という感じになってますから、ジャパックスやなと思って、多分メーカーまで見て感じたらなかなか嫌だと思いますけど、このコニューロの袋のは、よく見ると思うんで、ああ、そういうことね、と、ああ、あるね、あるね、となると思います。で、ここのメーカーの特徴は全部デザインが一緒。で、ここの、ところが変えてあるよっていうので、見分けるっていう感じなんで、個人的に、オルディさんのやつの方のすぐに30枚きつっと見つけやすいんでね、買いやすいなっていうところがあったりしますけど、まあ、こっちの方もね、ゴミ袋があるなっていうのがすごくわかりやすいんで、そういう戦略がありなのかなというところでございまして、こんな感じでいろいろとありますね。ジャパクスさんの特徴は、30とかありますけど、基本的に中国製でになってますね。続きが、通話になってですね、YKI は多分一緒、四日市を表す IID になっとって、で、結構30、40とかで、なんかね、早い方が入ってるのと入ってないのかってね、これよくわからない、けど、こんな感じになってますんで、なんか、
L サイズが40にで揃えてるのかな、ちょっとわかりませんけど、30が、M サイズだったか、っていう感じになってましたよってことでございますね。うん。S サイド10になってたもんねっていう感じでした。なんかいろいろとそういうような置き方になってましたよという形でございました。ジャパックスさんがありますよということで。まあ多分この2つが、主に見るところになると思います。あ、この後ちなみに、あとどこのところで、これが売ってたかっていうのをちょっとある程度まとめたのを出しますんでね。はい、ということでございます。ジャパックスさんがありますよという感じで。まあ基本的にこの人気かなっていうところですね。で、それ以外なんかあったっけなと思ったときに、あ、そういえばこれはあったなっていうのが、日本健康業さん。あ、こっちの方が先に書いてあるか。日本健康業さんのやつがありますよと。いうことでございます。日本健康業さん。日本健康業さんにとはこんな感じ。よいしょ。こんな感じの袋やつ。縦長でね、こんな感じの袋に入ってるやつがあるんですね。こんな感じで売ってるやつがあって、まあ、これが使ってるところに近所に住んでる人だったら多分これを見る袋が多いと思うんですよ。意外とこれはね、扱ってるところが少ない。なんなら私も調べているときに、ここって何だったっけなと思って、入ってみたところで、見かけて、あれこんな金属袋あったっけってなったんで、知らない人もいるかもしれません。知名度は多分、さっきのやつ2つかね、今日、ほとんどのスーパー、ドラッグストア、商店さんが、ほぼほぼあの二つで独占状態になってるんで、多分あの二つを見かけることが多いと思うんですけど、これ、ゴミ袋の販売してるところもあります。いや、大きいところでもあるんで、見たことあることはあるかもしれませんけど、またそのあたり詳細、答えます。基本的には、まあ、ゴミ袋の材質とかも全部一緒なんで、そんなに変わらないのかなっていうところですよね。こんな感じで、デザインも、ですが、色ごとに分けてある感じですけど、で、10枚しか見かけなかった。30枚は作ってないのかもしれない。この辺りがね、正直、普段の一般的な食品紹介と違って、本当にダメにしようか分からないところがあるんですよね。うん。なので、どうやらそうみたいというふうにしか言いようがない、ところでございます。ジャパックスさんと、オルディさんはいわゆる全種類、ちゃんと網羅してるっていう感じで、ジャパックスさんと、オルディさんと、イリストが違ったのはあれだけ、S サイズのやつだけ、ジャパックスさん20枚入りで、オルディさんが10枚入りしかないよっていうぐらいかなっていうところですね。うん。で、ニチキンさんも、この二つしかなくて、どうも平袋は作ってないみたい。このやつが置いてあるところ、平袋が置いてあるところは、今度オルディさんに置いてあったりとかっていう感じで対応してあったの。もしかして作ってないのかもしれませんね。で、わざわざ2名が分けてるところでそういうことかなということでございまして、日本健康業さんっていうのがありますよと。で、次が、実際、だから、あれも、型番も、YKLTMT とかっていう風になってますからね。っていう感じになってますよっていうのがあります。で、もう一つが、ケミカルジャパンさんです。これは実はネットでいろいろと情報収集をしていて見つけたところですね。どうやら四日市市のゴミ袋を作ってるらしいんだけど、あれ見たことないけど、どこで売ってるのかなってわからなかったんで、実はこれを探すために、あちこちを回っているうちにほぼほぼ完全制覇したって言ってたんですけど、オルディさんのゴミ袋はこちら。よいしょ。こんな感じですね。S、M、L と、ポッキーオンリーでしかちょっと見かけなかったんですよ。こんな感じで売ってました。入れ物としては、特徴としてはね、これね、ちっちゃいさ、入れ物が。どうするかというと、L サイズで見たときに、さっきのやつ、すげえ、さっきながらなって言ってましたけど、ゴミ袋の端になく、こんな感じでね、だいたいこういう風に売ってたりだとか、ちょっとさっきの日記さんのやつは、ここ長めにね、入れてあったりだとかしましたけど、このね、やつはね、さらに折りたたんで置いてあるんですね。なので、かなり小スペースで多分保管できるのかなっていうのが、ちょっと魅力かもしれませんね。こんな感じで売ってまして、いう感じで本当にあるんだ。LMS ないところ、本当にいますよね、確か。そう、こんな感じで、30枚入りも、折りたたんだ形入ってるんで、結構、小スペースで、保管できるのがいいのかなと思います。プラットフォームは、それもね、やはりバーチャルになってますけど、
狭いね、家、窓とか狭いところとかだとね、ゴミ袋をね、とかとか置いておくのが大変な中で、小スペースで住むのもいいのかなと思いました。もあります。ケミカルジャパンさん、これも全部中国製でしたね、というのがあります。で、次が、ここにあったのが、あ、そうかと。ここがあったわ。その次に紹介するのは、よいしょ。トップバリューさんですね。トップバリューさん。まあ、これも当然、イオンのね、プライベートブランドで、イオングループのところで、まあ、どこでもあるよという感じなんですけど、これもしかしたら、冷静に考えてみたら、四日市以外ってあんまないかもしれませんね。四日市は言うて、やはり、イオンのお膝元と言われてるだけあって、まあ、イオン発祥の地だとかね、まあ、ジャスコ発祥の地だとかね、言われてますが、まあ、実際には実はジャスコっていうことは四日市市じゃなかったりするんですけど、そのジャスコを作った元の会社、岡田屋さんっていうところが、四日市の創業なんで、まあ、大体ジャスコ発祥の地とかイオン発祥の地って言われることが多いですけど、それぞれジャスコ1号店とイオン1号店は別に四日市のお店にはなってないはず。まあ、もともと岡田屋の称号で、岡田屋スーパー、岡田屋チェーンっていう名前でずっとやっておって、で、新たにその全国進出して合併して、後に、そのジャスコを大阪に作ったとかいうような感じだったりしたはずなんで、うん。ただ、後々そこの岡田屋スーパーのところが、ジャスコ四日市店になってね、とかっていうのはありましたけど、ということでございます。で、実際今も、その流れで、イオングループの、店舗とかすっごく多いんですよ、四日市ね。これ四日市市民的な感覚でいくと、これぐらいあるもんだろうと思ってますけど、実際に多分他のところから見てみると相当多いですね。鈴鹿とかはもう多いですけど、うん、このあたりは、なんかすごくイオンが多い。うん。イオンしかないみたいな話もしたりしますけど、まあ、秋田とかもあったりするんですけど、まあ、とにかくイオンがすごく多いんで、その可能性もあってか、トップバリューで夏市の指定ゴミ袋があります。で、ゴミ袋は、こんな感じですね。L サイズと M サイズで、それ、あ、L サイズの2つになってたか。あ、そういえば、M サイズなかったっけな。あ、そんな、なかったかも。L サイズの30と10枚入りって感じで売ってました。で、平袋は2つかな。という感じになってますよ、という感じでございます。やはり L サイズが一番出るよってことで、L サイズオンリーで作ってるのかもしれません。特徴としてはね、実はこの、トップバリューのやつはベトナム製なんですね。ベトナムは、アプリの先ほど、タイとか、ほぼほぼ中国なんですよ。で、さっきのタイのオドニーさんがタイで、このベトナムがあるっていうことで、そういうのはだいぶあるんだなっていう感じです。こんな感じでトップバリュー、イオンの四日市行ったら、イオンに来たらね、イオンじゃなくてマックスバリューのところもありますけど、まあ、またそのあたりは、それ外しますけど、こんな感じで、イオンのトップバリューのやつもあります。言われてみたら、普通に私たちね、四日市市民がしてみたら気にしてなかったんですけど、意外と、イオンのプライベートブランド、市の指定ゴミ袋って出すことないっていうことはあるかもしれませんね。また、そのあたり、うちのところもあるよとかってね、コメントで教えてもらったら、嬉しいです。ということで、こんなところかなーと思ってたんですよ。そしたらね、いろいろと回っていたらね、なんとね、もう一社ね、あるぞ、ということが分かってきたんですね。それがね、実は、このね、やつなんですけど、パッケージネット様っていうところがあるらしいです。岐阜市に本社があるってことで、作ってるらしいんですけど、このパッケージネットさんってのは、よく知らない。私は正直、今回の調査する前知らなかった。いや、もしかしたら気づいていなかっただけなのかもしれない。っていうのも、この袋がこれなんですよ。じゃじゃーん。哺乳類くんが乗ってる水色のゴミ袋。なんかちょっと見覚えがありますよね。そうなんですよ。これね、デザインが、ここですね、だったらジャパクスタ、ジャパクスタのゴミ袋とデザイン、色合いとかすごく似てるんですよ。なので、もしかしたら、私は今までこれが並んでても、ジャパクスタのやつと勘違いしていたかもしれない。よくよく見てみると、ちょっと哺乳類のデザインがちょっと違ったりするんですよね。
まあ、全体的なデザインが違うんで、あれなんですけど、まあ、こういう感じでね、売ってます。L サイズとか M サイズとか、あと平袋も売ってましたね、という形でございます。ほんと10枚って言ったら、30枚だけと見かけなかったんですよね。っていうのがあるんですけど、どうやらこういうゴミ袋もあるらしい。ということでございます。あ、これ、M の平袋ね、こんな感じであって。まあ、正直、これでね、初めて知ったんですけど、もう一回こうやって並べてみると、同じ M のフィアップラで比べてみるとこんな感じですね。言われてみるとちょっとね、ポニー力のなんかちょっと違ったりだとか、あるんですけど、全体的なデザインがね、似てるんで、気づいてなかっただけかもしれません。なんなら実はこの、ジャパックスさん、じゃなくて、パッケージネットさんのやつが売ってるところ、大体総じて30枚ではこのジャパックスさんのやつが置いてあったりするんで、一緒に並んでても全然、一緒の売り場で一緒のように指定ゴミ袋って言って並んでたんですけど、実はね、一瞬気づきませんでした。なんかちょっと違和感感じるなと思って、よくよく見てみたら、あ、これメーカー違うぞってなって、合わせて、買ってきた次第でございます。いう感じでございます。おそらくこれで、四日市市のゴミ袋を扱っているメーカーはこれだけなのかな、ということでございます。他にもあったら教えてください。四日市市民の方で、あれですよ。1、2、3、4、5、6社が、どうも、いろんな、そういった、一種類のね、この燃やすゴミのやつでもこんなにいろいろとありますよ、ということでございますよ。でございました。で、だからこれね、どこで買えるのかというところなんですけど、分類をね、じゃじゃっとまとめてみましたのがこちらです。よっこいしょ。はい、ということで、まずね、オルディさん、は、このね、ディオワールドさん、コスモス。大体私普段ここで買ってるので、これだけはもう吹かないと思ってたんで、ここのスタートがね、大体特売の時とかに安くしてくれるんで、それをよく買うんですよ。ですから、ディオワールド、コスモス、サングルでよく売ってます。あとは、イジゴーガンさんや、実はミニストップもこれでした。うん、こちらでした。ミニストップはイオングループなんですけど、イオンのやつは置いてなかったですね。こっちだけですね。あとは、ローソンがこっちで置いてありますよ、ということでございます。やはり、手伝ってるところ多いな。1号館とかもね、やっぱ店舗数がすごく多いですから、この辺り。それで見かけることが多いのと、あと、ここに、実は入ってないんですけど、イオングループのところ、さっきも言いました、来たと言いましたが、トップバリューのやつを置いてあるんですけど、トップバリュー以外のバリエーションのやつは全部オルディさんのやつを置いてあるんで、それでイオンでも見かけるのですごくよく見かけるなっていうイメージになると思います。オルディさんがあります。もう一つのツートップ、ジャパックスさんですね。こんな感じ。V ドラッグさんとか、ファミリーマート、ビバホームさん、あと金星とか、ドラッグ杉山さんとか、アピタピアゴもジャパックスさんのタイアップがありますよ、といった感じになっております。こんな感じで、ね、結構いろんな店舗で扱いがあるので、それもまたよく見かけるなというところでございますね。うん。はい、ここはツートップと呼んでいいんじゃないかなというところでございます。で、あとは、日銀工業さん、日本金工業さんですね、のやつはどこにあるのかというと、ウェルシアさんとセブンイレブンさんで、問い合わせが書いてあるようです。セブンイレブンさんとか、だから、で、あるんで、だから、取り扱い店舗数としては結構多いんだとは思うんですけど、ただ、意外と、ゴミ袋、あんまり、私は、ゴミ袋を実は、今回の企画始めるまで、コンビニで買ったことなかったんですよ。大体そのドラッグストアとか、そのホームセンターとか、スーパーマーケットとか行った時についでに買ってくるって感じだったんで、うん。なんですけど、ですので、まあ、気になった方は、セブンイレブンさんで売ってるんです。あと、ウィルシアさんも、とりあえず海外ありますよ、ということでございます。ちょっとね、意外なところだと、ウィルシアさんでしたね。トップバリューじゃないんだね、っていう、ことでね。この辺りとかちょっと違うのが面白かったですね、ということでございます。で、あとはさっき言ってた、ケミカルジャパンさんは、スーパーサンスさんで売ってます。これもね、三重県では、まあ、結構でかいところだし、私もよく行くんですけどね、そうや、私、スーパーサンスで、ゴミ袋って買ったことねえわって、改めて考えてみたらね、うん。なんかね、サンス行くときにわざわざする、やっぱホームセンターで買うこと多いんで、私、ビバホームとか、ビバホームか、ほぼほぼディオワールドで買っちゃうんですよね。ディオワールドコスモスで、ね、ゴミ袋買うのが一般化してるんで。で、1号館も多いってそういうことなんでしょうね。ということでございます。ですので、スーパーサンシさん以外でちょっとは、わからなかったです。もしかしたら売ってるところあるかもしれません。それもね、またちょっと、
ご存知の方いらっしゃったら、またちょっと教えていただきたいんですけど、一応、あとかとしてはスーパーサンチさんで、取り扱いを確認しました。で、あとはトップバリューは、まあ、言わずもがな、イオン、ソリュビッグで取り扱いがありますよ、ということでございますね。で、イオングループのところですね、ということでございます。まあ、当然のところですけど。で、そのラインナップが、そのエンサイドのやつだけの、取って付きオンリーなので、それ以外のやつは、基本的にオンリーさんを並べてました。これ3社ともそうでしたね。3社7店舗か8店舗ぐらいもありましたけど、ね、そうでしたね。ということです。あ、ビッグはちなみに四日市市内なんですけど、あそこに置いてました。小物町のところがね、まあ、一回ちょっと背中に近いということで置いてありましたので、入れてあります。という形でございますね。で、あとはパッケージネットさん。これは実はアピタピアゴさんで取り扱いを確認しました。うん。初めて見たんで知らなかったんですけど、そういや、アピタピアゴにもなかなかわざわざゴミ袋を買う機会なかったな、ということでございますよね。まあまあ行くんですけどね。うん、ピアコは特に、なんですけど、こういう、こんな感じで、こう、ありましたよ、ということでございます。で、アピアピアコさんも、そのパッケージネットさんと、ジャパックスさん併売って感じですね。その、パッケージネットさんに取り扱いのないやつに関しては、ジャパックスさんで扱ってるよ、ということでございますので、そんな感じになってますよ、ということでございました。こんな感じでね、ゴミ袋、いろいろと、ありますよ、ということでございました。いやー、ということでね、まあ、いろいろ、友達とかこんな感じで、いろんな感じのことがありますよ、ありますよ、ありますよっていうのをね、ずっとやってきまして、こんな感じでね、あ、よく感じ、ゴミ袋、あ、私の街もどうなってるのかなとかね、知りたいなとか、これがね、好評だったらね、また、ゴミ袋を徹底調査シリーズってね、他のね、市町村でもやろうかなと思いますけどね、実物買うのは今後で、次に、したいなと、思います。ということで、この動画は、これぐらいで締めさせていただきたいと思いますが、これで少しでもゴミにね、興味を持ってもらって、ああ、それで、ウイママとかね、そのあたりか、気になる、方とかね、それで気になる、まあ、絶対ね、私の知名度あるんで、あれなんですけど、一応リンクとか貼ってきますのでね、そのあたりとかもね、見ていただいたらな、いいんじゃないかなと思いますよ、ということでございましてね。ね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。私は今から、せっかくなんで、大掃除やっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ここで、ね